今日はね、実はちょっと3人にだけ、このバーに来た人だけ、今後もそうなんだけど、このバーに来た人だけに見せれるものがあって、闇の、闇じゃないんですよ、あのね、これが鉄拳なんですけど、今や幸いにしてこう競技性って言葉出ましたけど、鉄拳なんで、鉄拳なんて言って俺が言うのもなんだけど正直言うとね、本当に知らないと思うけどね、5でもそうじゃないですよ、うん、下手したら6からギリギリぐらいかな、競技性っていうキーワードはなかなか言ってもらえなかったタイトルなんです。そうなんですか。そうなんです。5の頃から言ったら競技性か、まああったのかな、5ぐらいからはちょっとずつ出てきたので、その辺くらいから昔から言われてはいたんですけど、一番やっぱりストリーミング時代になって一番言われるようになったのは、やっぱりこうゲームのキャラバランスだよね。これ結構ねタブーな話題でもあり、うん、一番面白いところもあるし、はいはいはい、そうですね、一番盛り上がりますよ、やっぱキャラランクの話したらもう、そうでしょ、そうですね、一晩中できるでしょ、そうですね、みんなでさタイヤリストみたいなの作るじゃない、はい、ティアリストみたいな、はいはい、でね、あのいわゆるリアルないしトゥルーティアリストっていうのは各メーカーは持ってるわけですよ実は、でただ鉄拳ほど、ほら俺が統計野郎だからさ、うん、はい、ちなみになんで俺が統計野郎になってしまったかというと、はい、これは逆説的なところですよ。なんでかって言ったら、僕は仮説野郎でもあるわけです。仮説っていい言い方だけど、うん、言えば先入観ですよ、うん、仮説なんだから、だって、うん、そうですね、仮説を持ちすぎているので、はい、いわゆるある意味先入観がありすぎるから印象論にも左右されるし、うん、自分は割とそういう影響されやすいので、うん、真実が見えにくくなるある意味タイプでもあるわけですよ、うん、情熱的感情で言っちゃうから、はいはい、でも本当はどうなんだろうってことを紐解きすぎて、それをやる癖が何十年も何十年も臨床心理学の時代からやってるんで、それこそ逆説、ね、あ、大学一緒だよね、あ、そう、早稲田、あ、そうなんですか、そうそうそう、でその臨床心理だったんですよ、 あ、そうなんですか、先輩、あ、そうです、先輩です、先輩ですその頃から癖がついてて、だん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 そんな自分の先入観をデータ的に証明しないとこれただの偏見になるじゃないですか、はいはいはい、仮説と先入観って偏見になるんですよ、うん、だからこれはどっかで正さなきゃいけない、正さなきゃいけないってやってるうちに統計野郎になっちゃって、うん、で逆に統計に答えがあるって思い込むようになったから今ちょっと逆の波が来てんだけど、うん、まあそれはともかくその鉄拳実は昔からやってるんですが、特にセブンはユーザーに最初に承諾してもらうボタンがあるぐらいユーザーからデータを拾ってるんですよ。なるほど。ね、オフラインのデータまで実は取れるようにしてる。オフラインので遊んだことも、はい、ある日オンラインにつなぐとキュッてする。そうなんですね。ただまあオフラインのことはともかく、はいはいはい、オンラインでいわゆるランク、まあ、ランクマッチとか、はいはい、そういうデータも全部取ってるんですよ、で特にランクマッチとか興味あるでしょ、どういう対戦が世界でされてるか、ね、鉄拳今や600万も売れてます、セブンは、はいはいはい、そうですね、実はもうすぐ700万本いきます、で統計データとしては、でしかもアクティブユーザーはなんとその600万本中の3分の1近くいるわけですよ、すごいな、マンスリーアクティブですよ、マンスリーアクティブユーザー、1ヶ月の、これはね発売から4年したタイトルとしては異例なんですよ、実はバンダイナムコの対戦格闘ゲームの中で一番です、はいはいはい、もちろんダントツで、うん、でそこで言うとそう面白いデータが取れてて、うん、各キャラクターの勝率データが取れてるんです、ランクマッチのランクマッチだけ以外も取ってますけど、はい、今日はちょっとそのデータ見せますけど、おマジか、原薬はまあ特に一番興味あるね、君はもうめっちゃ興味あります、世界中の人がランクマッチした結果、はい、2021年の1月1日から31日のこの1ヶ月間、まあこれ毎月取ってるわけですよ、今も撮ってますけど、どうなってるか、うん、はい、キャラのランキング、いやこれちょっと俺画面は見せれないけど、まあまあまあね、こういううちらには見せてもらえるってことですか、見せますね、全部見せますスクロールもしてくれていいし他のタブもあれやったよね、ストリートファイター5で勝率1位が本田っていう、あ、そう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 、ね、そういうね、勝率だけじゃなくて使用回数とか、うん、メインキャラクターオンライン、あ、使用回数に関してはオフラインも撮ってますね、うん、すごっていうのあるんですけど、ちょっとね、原薬ね、これね、渡すから見てごらん。これね、左から、上から1番になってます、これ、受け取っちゃっていいんですか、はい、受け取っちゃってみてください。みんなも見てもらっていいですか、ね、俺は見に行った方がいいです。闇のデータは、ね。これ、モザイクなしで見せられないのはもったいないです。マジか。あらあら。相当闇のデータ。これね、原薬、薬毒ですよ。こんなの誰も見たことないですよ、一般の人は。マジかよ。
え、これは、あ、え、これは、あ、順位順そう、1位から順位順に並んでます、うん、勝率。なんでお前1位なんだよ。いや、確かにそうっすね。そうなりますね。それは俺でもなりますね。なんか、あ、なるほど、なるほど。スクロールしてもらってもいいよ、あの、うん、下の方行ってもらっても。下行けるかな、ちょっと俺がやった方がいいかな。いや、全然、ちょっとできればゆっくり見たい。確かに。ゆっくり見たい、ゆっくり見たい。記憶していってもらってもいいけど。貴重なデータだからなぁ。あ、でも、このなんか1位これさぁ。こういうふうにこうね。ボーストリートなんとかと一緒じゃない。こう回せばいいのかな。こう回せば、はいはい、ここをこういうふうに回してもらうと、下がるんで。で、あのタブをね、切り替えると、この使用率との関係もあったりするので。そこにもあるのか。はいはい、ここに行くと、使用率は例えば、全世界で見るとこれとかね。へ、逆に言うと、だから使用率が高くて、うん、高いキャラは勝率に関してはかなり信憑性があるということですよね。ですよね。あの、P 入れるか別に、キャラ名言ってもらっても大丈夫ですか。いや、要はあの、最近、ストリートファイター5の、うん、勝率1位が、エドモンドだったんですけど、ね、統計のね。うん、なんか、あ、言ってもらっていいよ。同じような。同じようなってかね。格闘技としては相撲だよね。そう、相撲よ。相撲ですわよ。相撲最強説。最強説が。国技最強説が、うん。そう。これ裏付けられてしまった。さっき言った人数でしょ。だってほら、はい、アクティブユーザーが、はいはい。数百万人ですから。ですよね。いや、これ、僕、その、いわゆる、なんだ、その、いわゆる、トッププレイヤーたちが思うキャラランク、うんうん、ありますね、うん、これはやっぱりその、まあ、よく言われるけど、うん、そのみんながみんなに適用されるキャラランクではない、うんうん、でその僕はそのたまたま最近友人に、はい、あのあるキャラがもういいのか言って、うん、あるキャラが強くないと、あ、いや言っちゃっていいか下手したら P 入れるから、うん、知り合いにそのなんで強くなんないんだと。なるほど。かわいいしね、言われたんですが、うん。かわいいのに。うん、で僕は、その時あの、ドヤ顔で、うん、お前分かってないな、っつってね。は、あんなに使いやすいリーチの長い技があるから、うん、初心者代で猛威を振るってるんだ。最強だよね、うん、もう。そうそう。っていうすごい長い、リーチの長いコンボ指導技があって、あんな使いやすい技があるんだから、上位総体では勝てなくても、うん、初心者代では猛威を振るってるから、そのすごい強い技が追加されないんだというふうに言ったんですよ。ほうほうほう。じゃあこれ見てください。ランキングはいいんですか言って。うん、言っていいでしょ。34位です。そうです。50キャラです。そうです。34位。うんうん、は本当に弱かった。あ生きた統計が取れました。でも逆に言ってたら、玄也くん。はい。みんなね、ストリーミング見たときに、はいはいはい、特に大会のストリーミング見たときに、もうこのキャラ強すぎる、このキャラ強すぎるって言われてるキャラどうですか？あ、じゃあ、カムラムさんどうですか？カムラムさん。あ、まずそこ気になりますか？はい。カムラムさんはですね、あ、20過ぎだ。そうですね。ジャックの2個下ですね。あ、そう。真ん中より27位。そう。みたいな。実は結構下。26位か。26位。大崎、鉄拳すぎやってるんですけど、今。はい。新版で。カムラさんとマッチングするためにちょっと、ああね、来たねっていう。頑張ろうって思うんですけど。そうそう。だからその、いわゆるボリュームゾーンっていうんですか、うん、が、どれぐらいの強さなのかっていうのは予測でしかできないんですけど。じゃあ、レート帯での統計も、やっぱし、ね。それはね、それ重要なデータになる、ね。対キャラも出てるんですよ、よく見える。だから、これ、あ、そうですね。はい、ダイアグラムになって、なってるんで、対キャラで逆に言うと1位のキャラが弱いのは、意外とだからザフィーナとかにボコられてたりとか。あ、でもザフィーナがそもそもランクが。結構上です。上ですもんね。5位とか。エディも上でしたね、それ。そうですね。そう。だから意外と、得て増えてやっぱり、キャラ相性がやっぱ出てくる。まあ、それはありますよね。で、大体、勝率って当たり前ですけど、統計上はやっぱり100万人、200万人、300万人みたいなレベルで取ってると、当たり前ですけど、全キャラ 50% に近づくわけです、うん。当たり前ですね。ただ、そのわずかな差がでかくて、経験上、54% いくキャラちょっと異常なんですよ。あ、へぇ、はいはい。だからたまに、これね、手前、自分を落とすわけじゃないけど、調整ミスったってキャラは、あの、リリースした月は 54% いってたりするんですよ。あ
それは本当にミスってます。それはもう本当皆さん申し訳ないと。それ、白髪ドレッドの。とかは、あれなんかは一番まずかったのは、と、だから例えばよく言うじゃないですか、スティーブって世の中の、例えば、じゃあ、鉄拳が100万人の世界ではしましょう。もっといきますよ。だってもっと何百万人もいますけど、はい、100万人の世界の中で、スティーブを本当に扱える人間は2000人もいなかったわけですよ。うん、だからこそ、スティーブはものすごい勝率が低かった。うん、そういうキャラは逆にいいんです。うん、大会で猛威振るうだけで、うん。普段はそうでもない。なぜかというと、スティーブに憧れて、大会で優勝してるから最強なんだと思って自分が使うと弱いっていう。あれ、あれ、違う。理論が違ったんですよ。大会で1位だ。俺が使ったら強いって。だから誰が使っても強いのはまずい。はい、はいはいはい。ってことは分かってくるわけでしょ。なるほど。だそういう意味で言うと我々もちろんメーカー側もものすごいミスは犯すわけです。もちろん。正直理論はバグってたんですけど。あとファーカムラもバグってます。もちろん。あれバグです。僕らの調整デザインではなく、バグでしたね。便利なままだな。バグなんです、実は。なんですけど、まあそういうのはちょっと例外なんですが、ただ心を見てもらうとね、わかると思うんですよ、玄也くん。はい。結局ね、結局、ゲームバランスっていうのをどこで見るかっていうのはすごく問題。うん、でね、よく、うん、ツイッターやってるんで、やっぱいろんな指摘受けるわけですよ。うん、で、お前原田分かってないと。原田が多分一番分かってない。僕、極論言っちゃうんで、はい、よく言うじゃないですか、ゲームバランス。いいゲーム作るのは簡単だと、はいはい、明日から全員カズヤだけにしちゃえばいいと、うん、でカズヤだけだったら同じキャラなんだから五分使う、五分使う、でこれは極論の言ってるだけなんですよ。で本当のバランスってのはそんな意味じゃないじゃないですか。みんなが求めてるバランスってそういうことじゃない、うん、そんなことも分かってます、当たり前だけど、うん、例えばなんだろうな、ほら健康のバランスとか運動神経のバランスと一緒で、例えば握力が5だけどスピードが1、うんうん、そんな人もいっぱいいるわけじゃない。例えば、勉強で言ったらなんだ、その俺とこみたいにさ、実は数学はほぼ0、でなんか英語が3でなんか国語が5とか、うん、そういう人によってまばらでしょ、うん、だから人によって得て増えてはあるので、得て増えてをがあるのは分かってて、相性もあった上で、でも全体が個性を生かせてみんながそれなりに競えるっていうのが理想でしょ、うん、そんなこと分かってるんですよ、うん、そんなこと分かってるけど、なかなかそういうのは実現できない、うんうん、っていう中でそれ以外のファクターもあるわけですよ。これね、これはもちろん気づいてる人も多いと思うんだけど、ゲームバランスがどうメーカーに影響を与えてるか、これは まさに作ってる側の、これ鉄拳だけじゃないです、実は開発者同士いろんな他社さんとも話します。圧倒的な変化が今起きてるんですよ。昔はゲームセンターレベルのコミュニティですよ。ゲームセンターレベルって別に低いって意味じゃなくて、ゲームセンターで起きてることはものすごくコアでディープなんですけど、コミュニケーションがインターネットがなかった時代もありますから、インターネットがどんどん普及して、まあ情報交換されるようになったものの、昔はまだファックスとかでね、やり取りしてたんで、ね、基盤のデータの勝率とか見てやってましたけど、でもゲームセンターで起きてるどこかの大会で起きたことってリアルタイムで映像で見れなかった時代もあるでしょ、はいはいはい、リアルタイムでは見れない、下手したらアーカイブもない時代もある、はいはいはい、でこれが今やインターネットでストリーミングで大会が行われるようになった結果、何が影響してるかというと、あそこの大会で起きていることの印象論が全てを支配し始めてるんです。なるほど、確かにそうですね。だからこれね、源也君、これ作っ、はい、皆さんこの3人とも今開発者側の視点になってみてください。作ってるところですよ。はいはいはい。それでこの統計データを見ます。はい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 。これ大事なお客さんです、全員ですよね。いいですか、いいですか、はい、上手い下手関係ないです、はい、だって、はい、全員同じ額を払って、そうですね。そのカジュアル層が、8割5分のカジュアル層がいないと、鉄拳だって、ストリートファイターだって、バーチャーだって、なんだって、絶対成り立たないんですよ。はいはいはい。そうですね。いいですか？それを、その視点で見てください。この数百万人の。誰を見て、どこのレベルを見て、バランスと言いますかという。はい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 。この問題はさっき言った、本当のみんなの感覚の中であるバランスと話とまた違うんですよね。うん。そうなってくると、一般で起きてることは、みんな、この辺の上位のキャラに実はボコられてるんだが、普段はですよ。普段多く、世界中のほとんどの人はこれにボコられてるんだけど、大会見ると、うん、あれっつって。あれじゃないんですよ。もう大会の頭にみんなが切り替わる。されるから、トッププレイヤーという一部の、まあ、運動神経なのか、その経験値なのかっていう、すごいアスリートが発揮した時のみに行われる、
ある意味この統計とは違う例外ですよ。統計の中で言ったら超例外の、はいはい、超超人たちによる戦いによって起きたものが、ティアリストとしてみんなの中で語られてしまうので、はいはい、そうですね。そうすると、これ面白いんですよ。統計を取ってるから、じゃあバランスのいいゲームできるかっていうと、そういうことじゃなくなってくる。なぜなら、もはや感情論に近いわけですから。ああ、その、いつも負けてるとか。そう。いつも大会に出てこない。もしくはいつも大会で勝っている。はいはいはい、そうですよね。この言論を印象操作した方がいいゲームだって言われる時代になってるんですよ。これは実は、なるほど、いろんなデベロッパーと裏では結構話をしていて、極端な話、大会でずーっと勝ってるキャラをナーフしたり、もしくはなかなか出てこないキャラをグッと植えて、たまたまベスト8にミックスされたキャラになった時に、はいはいはい、いいゲームだと言われるのであれば、はい、そっちを優先した方がいいわけじゃないですか。うん、まあそうですよね。それは統計上そうでなくても。そう、統計上そうじゃなくても。うん、ってことですよね。っていう視点で、あなたたち3人が作ると思った時に、あなたの3人が、はい、どうですか、この理論と感情がごっちゃごちゃになりませんか、これを見て。そうですね。見なきゃよかったと思いますよね。どうでしょう面白いでしょ、これ。なるほどな。そうなんです。っていう意味で言うと、皆さんの大会で、現地もそうだし、ネットもそうだけど、見ながら叫んでる言葉っていうのは、とても影響を与えてるんですよ。まあ、ある意味あれも統計ですけど、でも大会って特殊なシチュエーション、特殊なアスリートたちが争ってるものは、この統計に現れないわけですよ。うん、じゃあ、どこのお客さんを見るのとなってきたときに、じゃあ、本当のことをやってもしょうがないってことはよくわかりますよね、逆に。はいはい、そうですね。本当のことをやってもしょうがない。はいはいはい、そうです。そうです。本当のことはしょうがないですね。しょうがない。そしたら、世論、世論が動きやすい。はい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 。印象論を、移動させた方が確かに評価を得られるやつ。そうですね。なかなか奥が深い話でしょ。ここまでは考えたことないです、ね。そうでしょ。さすがに。だから見せたかったのこれ。なるほど。原田のバーに来た人だけ見れる。あ、闇のデータですか。闇じゃないですよ。闇じゃないですか。正々堂々と撮ってるデータ。いやマジ威力絶大ですよ。面白いでしょこれ。これね本当公開したいんですよ。なるほど。ただ、これ公開したら公開したで、この統計が持ってるパワーっていうのは怖くて。ああ、そっか。これがティアリストになるでしょ？そっか。もしくは、そうなんないとしても、これ俺が陥ったことなんですよ。さっきちょっと前振りしました。僕は仮説と偏見じゃないけど、その先入観が強いので、証明したがりました。で、証明ばっかりやってると、これが答えだと思っちゃうんですよ。あ、さっき言ったように、はい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 、ここに答え真実があると思っちゃうから、はいはいはい、数字としては出てますもんね。出てるから、で、しかも何百万になると、しかも対戦回数で言ったらもう本当奥行くわけじゃないですか。そうですね。その対戦回数で出た結果なんだから、これが真実だって言いたくなるんだけど、うん、これはバランス悪いわけです。さっき言った人間やっぱり感情で生きてるんで、うん、ここを無視しちゃいけない。これ、ね、感情がなくなっていくんだよ、これ見てると。あ、確かに確かに。ただただリアリティ。そう、リアリティと自分の仮説が正しかった時の、バッチリ感がすごいでしょ？ほらって。でも、世の中の人がほらって思ってないんだったら、ずれてるわけでしょ？真実は違いますよ。でも真実を求めてもしょうがないってことを気づかないとダメなんで、だから僕はツイッターやってるんです。なるほど。ツイッターやるとバリスの方が来るでしょ？クソリップがね、ものすごい色でクソリップが来て、はい、クソリップは割と重要で、このキャラクソだって言われるのは、いやでも統計だとちげえしって言うんだったら、跳ね返しちゃうわけじゃないですか、うん。これ跳ね返せないぐらいの言葉で言われるから、はい、ああ、ちょっと、この、100万、何百万、何千万、何億っていう対戦の回数よりも、一言言われる、あのキャラいつまでクソなんだよの方がよほど響く。あのキャラ、なるほど、なるほど。真実な言葉だね。これはいかんと思える瞬間があるわけですよ。はい、結構原田さんは、その、言い方あれですけど、うん、結構こういうデータを小出しにしてるというか、うん、もうここ最近もそう、うん。調整うまくね。そう、実はギガースめっちゃ勝ってんぞて。ギガースやばいんですよ、実は。やばい。やばいです。やばいですよ。確かに。やばいっす、ね、やばいギガースないです。でね、これめっちゃ面白いの見えてくるの。あのね、僕コミュニティも見てるでしょ、コミュニティの発言も。はい、実は。これ3位です。3位。今3位。ちょっと下がったんですよ。あ、ほんと3位だ。2位なんですよ。最初1位だったね、1ヶ月間ぐらい。でね、これ面白いです。コミュニティの統計も取り始めたんですよ。実はこっそり。はい、僕に来るログとか、ツイッターのあるログとか全部検索して、はい、キーワードを抽出して、
俺統計取ってるんですよ。やば。間違いで、これね、統計やろう。これは実は鉄拳の開発チームが最初に気づいて僕に報告してくれたんですけど、はいはい、めっちゃ面白いことが分かって。何ですか何ですか。あのね、例えばですよ。賢いキャラクターの、あ、キャラクターごとにコミュニティってちょっと違うんですよ。はいはいはい。でね。そうですね。もうズバリ言いますよ。っていう。キャラクターが好きなコミュニティがいるんですよ。はい。このコミュニティはすごくて、いろんな真実に気づき始めてる人だ。真実に、まあ、例えばですよ。ギガースさっき言ったように1位だって言いました。1位だったら今でも3位でしょ、はい、強いんです。ある意味。一般的にはね。あの、ちょっと大会とか置いときますよ。特殊なんで。はい、特殊な。全体シーンで言うと強いんだけど、強くしても強くしても弱いって言われる。それは、使う側の客層のカジュアルさだったりとか、そういうのが影響して、もっと強くして、もっと強くしてからずっと言い続けるそうなんですよ。だからどんどん強くするんだけど、目立たないので、ギガスかわいそうだったり、でも本当は、北総園で勝ってるやつもいるわけですよ。でも、逆に言うとね、目立ちすぎるとナーフされるわけじゃないですか。そうですね。これね、コミュニティ層はやばくて、それを知ってるんです。知ってる。だから、実は結構強くて、勝率もぐーっと上がってきたときに、普通だったら使ってる人とかそういうのが強すぎるとか、すごい勝てましたって言うでしょ。あの人たち黙ってるんですよ。言うな、言うなをお互いに言ってるのが僕全部統計で見えてて、SNS とかでも黙っときましょうがすごいんですよ。普通すぐ来るでしょ、このキャラの子が強すぎるとなんて言ったら。そこたちを自分らで騒ぐと、損をするから。バレちまうから。そう。黙れ黙れのオンパレードやってんの、あの客、恐ろしいでしょ。あれですね、誤信完成じゃないですか。そう。そんなことまで見えてくる。そうなんですよね。そう。そうですね。でも、源也くんちょっと気づいたでしょ、それは知ってます。だけど、いやもう。飲み物。いや、あ、結局、1位は。あ、1位は巌流っていうキャラなんですけど。実はその、エドモンド、ホンダとほぼ一緒です。一緒です。バーチャだったら高嵐ですよね。はい、はい。コミュニティに関しては、その、一回だけツイッターで、僕が見たことあるのが、お前ら隠しすぎなんだって指摘するプレイヤーが現れたんですよ。ついに、みんな気づいた。警察が動いたんですよね。うん、だけど、その、あんな可愛いキャラの数乗りで、いや、隠してねえからっていう反撃を受けて、っていうのと、お前ら隠してるだろって言ったら、攻撃される。そうです。コミュニティにいいイメージを持たれない。っていうので、僕は、この原田のバーにて、この発言をしたことによって、もうそろそろムクロになるかもしれない。コミュニティに P かけようじゃん。中断されるね。蜂の巣にされるかもしれないですね。さっきから P の嵐じゃないですか。でこれね、各社差があれど、こんなに細かく撮ってるのはうちぐらいだと思うんだけど、あ、でもやっぱそうですよね。カプコンさんも多少やってると思うのね。はいはいはい。で、アークさんには、アークさんも多少やってるんだけど、もうこれぐらいやった方がいいですよって見せたの。はい。ドライブからもっとこうやって、ただそこに答えはないですっていうことを言ってますけど、僕ね、実はいろんな、会社にとかデベロッパーとか開発だけやってる小さい会社も含めて実は呼ばれるんですよ。よく呼ばれてどうやってんのか話してくださいみたいな、講師みたいな、一日講師みたいな、そこで言ってるんですけど、統計の話したりこういうやり方するってこういうふうに答え導くとって言うとみんなその視点なかった、ああなるほどって言ってくれるんですけど、最後に必ず言うのはここに答えがないって言って、統計に答えないですから。ただその統計に答えはないとか、その、大会シーンで起こってることだけは全てじゃないんだっていうのは、原田さんのツイッターを見てる鉄拳コミュニティの人たちはだんだんなんかそういうもんなんだなって分かってきてる感もすごい、慣れて空気感として感じる。だからそこを分かった上で見たらもっと面白いよって意味で言ってるんですよ、僕は。ああ、前向き。実は。なるほど、なるほど。本当はこっちだからなって言いたいわけじゃないんですよ。はい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 。もう半歩ですね、じゃあね。そう。だから実はその、みんなが言ってんのってよ、違うからよって言いたわけじゃ全然ないんですよ。はいはいはい、はい。これと、これを分かった上で大会してみるとめっちゃ面白いじゃないですか。うん、そうっすね。ただこれを闇雲にただボンって解説なしにみんなに見せちゃうと、はいはいはい、これはこれでこれを盲信っていうか、まあ当たり前だ、真実ではあるんですけど、これを虎の巻にしちゃう層が現れる。これを、まあ、いわゆる聖書にしちゃう層が現れるんで、
まあ真実ですもんね、言うて。そう、だからこれを聖書にされても面白くない。面白くないですよ。だから、だってゲームって感情でやるもんなんで。確かに確かに。あれ弱い強いって、ほら、みんなでやったって、YouTube でタイヤリストを作ってる番組ってあるじゃないですか。あの、必ずどのゲームでもあるでしょ、はいはいはい、あの、アップデートがあったり、新しいやつが出たら、必ず2週間後ぐらいにみんなタイヤリストを作るじゃないですか。あれが面白いわけですよ、逆に言うと。確かに。そこにこの統計持ってこられて面白くないじゃないですか。マジレスはきついですね。マジレス。圧倒的マジレスじゃないですか。そう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 。だからそうじゃないよって、やっぱゲームだから。だからここに真実がないっていうのはそこにあるのかなっていう。なるほど。真実ないは重要ですね。そう。うん、せっかく今日ね、3人に来てもらうんで、普段絶対見れないもん見せた方がいいなと思って。すごいわ、これは。ほら、これ、これ、ほら、見てる人の中で原田のバーを絶対、原田のバーに呼ばれたい。呼ばれたい勢がね。呼ばれたい勢が出てくる。呼ばれたい勢が多分出てきてるんで。たこ焼きとね、たこ焼きとこういうのを見れるよ。確かに。いや、竹田さんのね、デスターがいいよ。マジで保証するわ。本当に美味しかった。本当に美味しかった。フルコースだったから。よかった。マジでうまかったな。でも、ある意味、究極で戦ったらそうでしょって言い方されるとそうなんだけど、そうですよね、でもその言い方ってある意味俺選手に失礼だと思ってて、あ、なるほど。だってそうじゃないですか。だって究極そうでしょって言われたらそんなん別にコンピューターでやるのと同じ話だから、そうじゃなくて、その人がそれを引き出してるっていう点を、それは見逃してほしくないな。まあ見方としてはその人じゃないとできないぐらいの見方にした方がものもあるわけですよ。うん。いいかもしれないですもんね。そうなんですよ。なるほどな。ね、ちょっと見方変わるでしょ、でも。いや、変わりますよ。逆に面白いでしょ。うん、だって原田さんがそのすでにそのギガースが1位だったんだよって、1位だった時期に、1位なんだよって発言した時あったじゃないですか。あの時の時点でやっぱりその、あの時の時点っていうか、原田さんがそういう発言を SNS とかで書くたびに認識を改められますよね、やっぱね。まあ、改める必要はないんですよ。いやいや、ベースに入れてってほしい。新しい見方が。そうなんですよ、面白いでしょ。改めて、あ、そうだよね。こういう見方もあるんだよねっていうのが。うん、認識できるというか、うん、お客さんにはお客さんそれぞれの層に越えられない壁があるので、誰がメインターゲットっていうのは言えないわけじゃないですか。もちろんもちろんもちろん、これ作る側のある意味苦しみでもあるし、確かに確かに、みんなお客さんだもんな。そうなんですよ。対等のプロゲーマーだろうがね、言うたら、うん、そうなんですよ。いたざん、これはストリートファイターのこれがあったらもう一晩中見てられる。ちょっと見て、俺パッと覚えられるし、しゃべります。プロゲーマー同士でね、一晩中話せるでしょ、みたいな。まあそうだね、確かに。でも、その、自キャラが、驚愕の位置にいたら、もう他のところ見れないじゃないですか。僕それなんで。はいはい、5位マジかよ。5位やばい。派遣キャラじゃん。派遣キャラだったんだ、実は。しかもやっぱ予想とか、やっぱ全然変わってくるな。一番1位を食ってるキャラだからね。あ、マジっすか。そう。そう、本当面白い猫、ね、の話って、そうですね。一晩中できるでしょ。はい、格闘ゲームはこういうの弱い。さっきのくたらぎさんとのこの会話の内容の落差がすごい。いや、落差って言うとね、あれだけど。ワイワイ感でやっぱ言えばなんか。世界の地球の未来の話をしてたのに。そう。いや、そうですよね。相撲がどうこう言ってた。確かに。相撲キャラがどうこう。確かに。てめえのキャラと言えばね。さあ、原田さん。はい。ちょっと収集がつかないので。いや、あのね、収集つけたくないんだよ。もう正直言うと、俺は最低でもこっから2時間欲しいね。確かに、確かに。時間はいくらあってもね。こっからでしょ、正直。確かに。まあ、とにはまた撮っときましょう。いや、これ。温まってきました、今のコロナじゃなかったら、この後絶対お店誘って、とりあえずちょっとタクシー代出すから、付き合えって。電車がないし。本当に、はい。本当にもったいない。本当そうだよ。何もサボってないですからね、言うからね。そうですね。始まったな、みたいな。広がってるな、広がったな、確かに。もう一回行きたいなと思ってもらうぐらいがちょうどいいかな。確かに、そうですね。もうぜひ。あとは、この、今、画面上で見てる方々も、行きたいなって思う。そうそうそう、ね、あの、今、たくさん見てるだろうから。正直言うと、もちろん、あの、大物って言い方もなんか釣りみたいでやるんだけど。あ、確かに確かに。ゲストでね、やっぱすごい人はたくさん呼びたいなと思ってるんですよ。うん、もう、うん、下手したら、その、ゲーム業界以外の人もたくさん、呼びたいなと思ってるんですけど、はい、でも一方でさっき言ったように、こう、ちょっとこれディープなラインで行きたいんですよ。それが方針というか、あ、そうそうそう、マクロ的な。あの、ゲーマーでこう、結構ディープで実況とか、もしくは e スポーツシーンとかでやってて、結構、そのディープな人を呼んでやる、もう再生回数よりかむしろこの、怖そうですか。もう最後の1分まで見たくなる。はいはい。っていうところを狙ってるので、
じゃあ、というわけで、さっきも言いましたけど、みんなが来たいなと思う番組にしたくて、極端な話、100回再生でも100人が最後まで見たくなるっていうところ。100回再生。少なすぎだろ。こんだけコストがね。唐木さんで100回ってことはないと思う。そうですね。まあ、ただ、その再生回数よりかは中身っていうところでちょっとやっていきたいなというふうに本当に思ってるんで、はい。皆さん今後もちょっといろいろ計画してるんで、はい。期待しててください。というわけで、じゃあ一人一人行きましょうか。じゃあ、源谷くんから行こうかな。はい。はい。はい。じゃあ本日はお呼びいただいて、原田さんありがとうございました。竹虎さんも美味しいたこ焼き。いやいや、こちらこそありがとうございました。という感じで、なんかその、いざ出てみて、期待通り楽しかったというか、はあはあ、その、どうせ楽しいでしょうと思って来てるんで、今日は。なんですけど、その、やっぱり楽しかったっていうのがすごい思い出深くて、その貴重な経験もさせてもらったと思ってるし、ね、予期せぬ方がいらっしゃってたり、データだったりっていうところで、びっくりしっぱなしだったんですけど、これは、でも、次から、今度は僕は視聴者目線で、このコンテンツに触れられるんだなっていうのが楽しみになっちゃいましたね。うん、次はどんな楽しい話が行われるのかなっていうことで、すごい期待でいっぱいになれたんで、いざ出てみて本当に良かったです。楽しかったです。ちなみに、実況だけで食ってんの今。実況だけで食ってる、実況だけのお金じゃ間に合わないので、その持っていたものをこう、うん、切り崩してる感じです。やってる感じなんです、はい。そこでも週末必ず仕事入ってるぐらいでしょ。いや、そんなことないですよ、今は。今はそうですね。コロナのせいか。そうです、そうです。まあ、逆にコロナ前、めちゃめちゃ痛い。ずっと出てたよね、週末。そうですね、はい。毎週。どうなってんだ、これってぐらい痛いね。でも、その僕的には、週5で月金、会社員やって、はい、土日実況をやるのが休日なんですよ。はい、家族からは避難を受ける。そうですね。だから、はい、そうなんですよね。なぜ家にいないの？いろいろありましたからね。そう、でも、その活動が休日と思ってやってたんで、すごい楽しかったから。なんですけど、じゃあちょっとでも、この番組はね、1回来たら終わりじゃなくて、下手したら2回目呼ぶ可能性もある。もうぜひ、もしくはたこ焼きを後ろで食ってるだけみたいな。それいいっすね。エキストラ。それいいっすね。うちら3人とも。いや、むしろ、ここでね、次はね。俺、たこ焼き、エンタコで、ちょくちょく昔焼いてたんで。うん、あ、なるほど。一緒に。竹田さんのアシスタントをして、俺もたこ焼きこうやって。こっちにしに行きます。そう、竹田さんのこれどんな感じですか？ブンブンガルは一言も喋れなくていいから、たこ焼きだけ食べに来るって言ってます。それいいっすね。全然それでいいな。後ろが豪華になる。確かに。はい。なんで、第2回も楽しみにしてます。いやいや、もう。はい。見る目線でも。ありがとうございます。ディープに行きます。ありがとうございました。あ、じゃあ、ありがとうございました。自分その、鉄拳5、バーチャから鉄拳5に移行したんですよ。はい、その頃から前だったら、鉄拳のタイトルの注目度とか、まあ、原田さんもそうなんですけど、注目してたんですけど、まあ、ちょっと途中飛ばして、うん、自分の印象としては、まあ、さっき、源谷さんが言った通り、楽しくなるのは確定してるんで、どういう方向性で楽しくなるのかなと思ったんですけど、そのなんか、原田さんがそのバンナムの e スポーツ関係のなんか、取り締まりというか、やってらっしゃるじゃないですか。それでまあ、もともと自分の話したいとあったんですけど、結構その話ができたのも嬉しかったし、その、まあ自分の話で言うと、なんだっけ、俺の写真から黄昏憂い、選手としての記憶のそれが出てるって言われて、原田さんは、なんか、目線がやっぱ人と違うなというか、自分結構 e スポーフォトグラファーやり始めて10年ぐらい経つんですけど、初めて言われたセリフだったんで、むしろ、言われて俺気づきましたね。なるほど。はい、そうなんだっつって。俺はまだ気持ちが衰えてないんだな、みたいな感じ。そういった意味でも新鮮だなと思いますし、また、そのレジェンドの北脇、ね、北脇さんの件もありますし、よくわかる。最終的に、よくわからない場所だった。何なんだこの場所、うん、いろんなものが、すごいものが、今集まりすぎだよね。そう、なんか、要素がね、整理ができない。たこ焼きも出てくるし、ね。たこ焼きも出てくるし。しかも美味しいの。はい、美味しいし。とりあえず、楽しかったという一言で、俺の足りない頭ではまとめさせていただきますとしか言いようがないっていう。はい。多分今日ベッドに入ってからいろんなことぐる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 回るよ。ですよね。結構そういうのあるんですよね。不思議な異次元空間でしたね。品質、コロナ禍において、久々に品質的な感じを味わいました、はい。またなんかご縁がありましたね。ぜひぜひ。ぜひぜひ、うん、まあ、その大須くんの言ってくれた僕の、やっぱり原さんって、
ちょっと一段見る目がって言ってくれましたけど、その意識の高さを吹っ飛ばす人がいましたからね。あのやべえやつ。まあ、俺らの業界でしたね。ちょっと俺らの意識のレベルの低さがこう、露呈された感じでしたね。未来人いましたね。未来人がいましたね。いやでも、リスペクトも、くたげさんたちリスペクトもやっぱ、さらに上がりましたし。本当そうですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、板さん。そうですね。まあ、簡潔に言うと、やっぱ、その、結構ゲーム頑張ったことで、まあ、いろんな大会呼んでもらえたり、いろんなイベントに呼んでもらえたりとかするんですけど、こういうところにも呼んでもらえるっていうところでね。なるほど。はい。ゲーム頑張ったから、そうそうそう。そうそうそう、うん、何がどう繋がるか分かんないよってことをしたいわけです。まあまあ、まあそうなんですけど、まあやっぱプレイヤーとして、まあ自分も今後頑張っていったら、もっとどんどん呼んでもらったりとか、もちろんするだろうし、ね、僕を見てくれてる人も、ゲーム頑張ったら、なんか面白い体験できるかもしれないよっていうね。そういうところもまあちょっと伝えたいかなっていうところありますね。はい、作ってる側は割とこうプレイしてる側に意外と注目してると意外だったでしょ。まさか俺が板さん注目してると思わなかったでしょ。いやそうです、まあ、まだ思ってないですよ。いや俺注目してる。まだ思ってない。まだこんだけ言ってもダメか。注目は言い過ぎかな。じゃあやっぱあと2時間ぐらい足りないかな。プレゼンがね、バッテリーがもうダメかな。そうですね。いやもう今後も見てもらえるように頑張っていきたいなと思います。かきげプレイヤーウィキとか見てるからね。やべえ。ウィキやべえな。リュー増やし。やっぱだから大会見た後に、うわっと思うと、意外と検索して見るのよ。ああ、そうなんですかね。あ、こういう経緯辿ってんだ。いや、でも確かに、目立ったプレイヤーは、格ゲーマーウィキ、結構ランク、伸びるよね。そう、上下してるもんね、ちゃんとね。確かに、確かに。するな。ね、作ってる人で見てない人もいるかもしれないけど、僕とかはやっぱ磨いて見ちゃうんですよ。原田さん、俺の配信に急にコメントあった時に、俺マジたまげましたよ、あれ。俺普通にしてましたけど、うん、え、この罰制の配信にプロゲーマーじゃないよ、みたいな。来るみたいな。いやいや、もう俺は本当に興味があるから。だから真面目に答えてたし。めちゃくちゃ真面目に1時間半くらい答えてたから、スタッフが。1時間くらい、ずっとマジレスしてたから。鬼マジレス1時間ついたから。意外と僕は興味持ってますんで、ぜひね、ここに来たいって人がいたら、みんなが来たいと思う番組にしたいな。いやー、楽しかった、やっぱり。いやー、そうですね。やっぱ時間が足らないって思えるってことは。楽しかった。言うほどに言うけど。いや、マジであと2時間欲しいで。いや、もう自分も全然、はい、ね、いくらでも行けます。ワンチャン朝まで行きちまいます。原田さん伝えたら、ね、いらしたら。広くディープなプレイヤーとか、呼んでいきたいと思います。業界だけじゃないところで。いや、楽しみだな。業界だけじゃないっていうのがまたいいっすね。そうっすね。間口が広いって言いますか。そういう感じにしたいんで、はい、予測不能なのは面白い。誰が次第2回そうゲスト誰よ、こんなマニアックなとこ行くみたいな人呼びたいんで。あというわけで、原田の場は皆さんご視聴ありがとうございました。というわけでもう語った通りですけど、今後ともいろいろディープなお客さん呼んでいきたいと思います。よろしくお願いします。